学生団体もあるし、塾っていうのも溢れてるんですよね。それはもうこっちは百も承知で、9割ぐらいの人はもうアルバイトとゼミかサークルかみたいな。どうも、しゅんです。こんにちは。ということでですね、今回はエントリーシートの添削企画なんですけども、就活 YouTuber のエルトさんに今回は添削をしていただこうと思ってます。よろしくお願いします。エルトです。お願いします。今回実際の就活生の高橋さんにお越しいただきました。簡単に自己紹介お願いします。はい、学協大学から参りました、外国語学部英語学科3年の高橋鈴香です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。実際に今回書いてきていただいたエントリーシートをちょっと提出いただけたらお願いします。はい、いただきます。ということで、自己 PR と学士課に300文字で書いていただきました。視聴者の方にも分かりやすいように、高橋さんの方から冒頭で自己 PR と学士課の方をお話しいただけたらなと思ってます。自己 PR の方を発表します。私は主体性を持って行動することを意識しております。 LGBT をタブー視する風潮を改善するため、自ら声を上げ、友人2人と学生団体を立ち上げました。しかし、団体のイベント参加者減少により団体継続の危機に陥りました。そこでイベント企画を改善することにより、毎月10人以下だった参加者を目標だった15人まで増加させました。さらに SNS のフォロワーを230人獲得し、団体の認知度向上にも成功いたしました。またアルバイトをしている塾で今年から初めて団体クラスを受け持ちました。ここでは授業マニュアルがない中で自分なりの授業方法を考案し、18人中15人を英検合格に導きました。これらの経験から身についた強みは社会に出た際も活かせると感じております。これが自己 PR です。このまま各地から、はい、学生団体を立ち上げ、企画広報として集客方法やイベント内容を見直すことでイベント参加者を毎月 50% 増加させました。ここでは LGBT についてのイベントを毎月開催しておりましたが、イベントの認知度の低さ、また LGBT というテーマの付きにくさから参加者が減少し、団体継続の危機に陥りました。そこで私は2つの施策を行いました。1つ目は LGBT を身近に感じてもらうセクシュアリティ診断を行う企画の開催です。2つ目は SNS における宣伝方法の変更です。他団体の投稿を分析し、より多くの人に団体のイベントが届くように工夫しました。施策をする上で徹底的な参加者目線にこだわりました。その結果、多くの人の関心を引き、毎月10人以下だった参加者を目標だった15人まで増やすことができました。以上です。率直に今の自己 PR どうでしたか？僕は嫌いじゃないというか、いいかなと思いました。結論を最初に伝える、それでエピソードを2つ並べることで主体性を持って行動しているっていうことがまず示せるのと、2つあるんで、それが1個だけたまたまのものではなく、ちゃんと狙って行動しているんだよっていうことが伝えられると思うので、そこがいいと思いますし、頑張って数字で示そうとしてるなっていう感じは僕に伝わるようにっていう気持ちが見えるのはとてもいい自己 PR なんじゃないかなと僕は思いましたね。2つ書いていただいたエピソードってとても素敵なエピソードだと思いますし、いいことをやれてらっしゃるのかなと思うんですけど、1個に絞ってもいいのかなと思ったりもしていて、理由はワクチカの方でこの LGBT の団体の話っていうのは書かれているので、であるならもう1個のこのアルバイトの方をより量をかけて書いた方が解像度が高まりますし、良さがより見えるのかなっていうふうに思うので、1個にしてもいいんじゃないかなっていうところ、より主体性を持ったエピソードの中の自分の中の行動、例えばそのマニュアルがない中でも授業方法を考えたっていうところは、多分誰かに相談をしたりとか、生徒から何かを聞いたりとか、友達とか、まあ、一緒に働いてる人から聞いたりして考えていったっていうところに巻き込む力とか主体性みたいなところがあったのかなと思うので、そこがあった方がこの子こういう子なんだっていうのが分かるんで、そこら辺を書いてみるといいのかなっていう気が個人的にはしました。エントリーシートと面接って話す内容は似てると思うんですけど、書き方とか気をつけるポイントは違うとされてると思うんですが、エイトさんが思うエントリーシートを書く上で大切なポイントと気をつける点とか意識すべき点があったら教えていただきたいです。ここもっと聞いてみたいなって思わせられるような例えばこのエピソードでいくと、授業マニュアルの話とかのところを全部は書き切らずに、周りにこういうことを聞いてやっていきましたとか、その時はこういうことをやったんでこういう風な結果がなりましたみたいな、みんなが経験を隠しましたみたいな話とかで、ここまで主体的に考えられてるんだったら、こういうのなんかいろいろ聞いてみたいなっていう風に思わせられるかどうかが大事なので、会いたいって思わせられるかどうかっていうのを手腕において考えてみたいなと思いました。
話す内容とかで似てる人多いと思うんですね、うん、いわゆるサークルとか学生団体とか、うん、その中でもどう他と差別化して会いたいと思うかどうかっていうのを知りたい方多いと思うんですけど、うん、どう差別化しますか。どう考えたかっていうのを書く。みんな結論があって、うん、課題があって、うん、施策があってでまた結論になりますっていう書き方で、どっちかっていうと事実ベースで話を書いてる人が多いと思うんですよね。その何かをしてる時に自分はどうしたいと思ったのかとか、こういう風にしたらもっと良くなるじゃんと思ってこの施策をやったのかみたいな考えの部分が見えるとその人がより見えるし、その人に会ってみたいなって思う。ロジカルに語らなきゃいけないと思っちゃうから事実ベースで結論ファーストでみたいなあると思うんだけど、ちょっとファッションを入れるというか、こういう風に考えてましたとか、このままじゃダメだと思いましたみたいな部分でも構わないから、自分の考えを入れてみるととってもいいんじゃないかなと思います。さっきの差別化の話をもうちょっと聞きたいなと思ってて、その学生団体もあるし塾っていうのも溢れてるんですよね、やっぱり。なんかもうちょっと差別化できるとかがあったら教えてほしいのと、あとこれは絶対やっちゃダメっていうのがあったら教えてほしいです、うんうんうん、学生団体とかが溢れ返ってるって話があったんだけど、それはもうこっちは100も承知で、9割ぐらいの人はもうアルバイトとゼミかサークルかみたいなエントリーシーズンなんで、そこは分かってるんで、そこは差別化としては考えなくていいかなと思ってます、うん、そのエピソードの中で自分は何したんだっけっていうことをもっと考えるっていう、チームのエピソードの中で個人にもフォーカスを当ててみる。チームがこういうことをやろうとしていた、でもその中でじゃあ何をしたのか、自分はそれを促進させていったのかとか、別の切り口から見てあげたのかとか、そういったレベルでも構わないんで、もっと個人にフォーカスさせて、同じアルバイト飲食店とかだったとしてもどういうふうに貢献したのかっていうのは人それぞれだと思うので、そこを細かく書いてあげると分かりやすく差別化できるのかなと思います。分かりました。 NSC は人の言葉を書いて書いたり、例えばこういうリスで通りましたとかだと、その文章がここ良さそうだなと思ってここだけパクってくるみたいなことをする人も結構いて、その人の経験だからこの言葉が響くみたいなところが絶対あると思ってて、自分がどう伝えるか、自分の言葉でどう喋るかっていうのを意識するといいんじゃないかなと思います。分かりました。おおむね今のエントリーシートはまあまあ良かったってことですかね。そうですね。もし、はい、エッドさんが採用担当だったらどうしますか。三角って感じだと思うんですけど、今の時期ってやっぱりまあ就活に決められてない人が多い中で、ちゃんと結論ファーストで書いて定量的に数字で相手に分かりやすいように伝えるっていうことはできてるなと思うし、実際やることやってるなっていう感じは伝わるんで、話を聞いてみたいって思いました。なんで丸でいいかなっていう、三角と言いましたけど丸より三角みたいな感じだったかなと思います。感想をいただいてもいいですか。はい、私一人でずっと先頭に立ってやってきたので、どれが正解かとかは分かんなかったんですけど、こうやって話していただいて自分のダメなところとか自分の方向性とかっていうのがしっかり分かったので、とても有意義な時間でした。本当です。今の自分の言葉で喋ってないから、自分の言葉じゃないから。本当ですということで、エルトさんのチャンネルは下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。